皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は光を味方に立体感のあるアイメイクをしてみました。最近普段メイクでもハマっているメイクなんですが、こうあえて濃くグラデーションを作らずに単色だったり、単色をこう重ねて軽やかなんだけど立体感を作る、そんなアイメイクがとっても最近気に入っていて、コフレドールのアイカラーを使って印象的な立体的なメイクを作っています。はい、今日のメイクもメインに使っているのがこちらのコフレドール 3D トランスカラーアイ&フェイスです。この商品は10色プラス限定色2色、全部で12色のカラーが3月上旬に発売になります。はい、このアイテムの特徴は一塗りでこうまるで光を何層にも重ねたような立体的なグラデーションを作れることです。偏光パールが入っているので軽やかで奥行きのある仕上がりになります。こう瞬きするたびに光が揺らめく、そんな印象的なアイメイクを作ることができます。少し前のメイクの主流ってこう濃いグラデーションを縦グラデーションに作って目を強調するのが、アイメイクの主流だったなと思います。昔若い頃は私もそういうメイクをしていて、こう縦に濃いグラデーションにしていって目元を濃く強く強調すれば目って大きく見えるって、そういう風に思い込んでいました。ちなみにその頃の私がこちらです。すごいですね目が真っ黒です。ちょっとこう鮮明にね、縦グラデーションは見えないんだけど、まさにすっごいもう何層にも何層にも縦にグラデーションにしてこう目元を大きくしたいと思ってました。まあもう若さですね。そして時代が本当にそういうメイクが流行っていて、これをすれば目がすごく大きく見えると思い込んでいました。なので実際に昔のように濃い色をこうたくさん入れて陰影をつけるというよりは、今回のメイクのように光を味方につけて立体感があって抜け感がある、そんなメイクが今時なアイメイクかなと思います。今回は実際にこのトランスカラーを塗るのにちょっとしたコツがあるので、実際に塗って皆さんにご紹介していきたいと思います。その中でも特に3色私が気に入ったアイカラーを実際に載せているので、そちらの色味もご紹介していきます。塗り方のコツは、最もパール感を出したい中心にまずのせます。はい、その後にこう左右に伸ばしていきます。最後にこう骨格に合わせて伸ばします。スフレのようなすっごく軽い感触なんだけど、肌にぴったりとフィットしてて寄りにくくて綺麗な仕上がりが持続します。オイルでコーティングされた粉末を使用しているので、見たままの綺麗な色が発色します。はい、こんな感じで PK46 のカラーをつけてみました。結構しっかりピンクで、どちらかというと甘い感じの可愛らしいピンクなので、大人が使うにはちょっと甘すぎるのかなって正直この色だけ見たら思ったんですが、肌にのせてみると綺麗に発色はしてるけど、こう強くこうギラギラした発色ではないし、溶けるように馴染んですごい可愛い色です。大人もすごいハマるピンクだなと思います。これは全体的に今さらっとのせたんだけど、もっと色を出したい時はポイントでしっかり入れたらまた違う印象になるかなと思います。次はこの OR21 番のオレンジの色です。かわいい、これほんとちょうど着てるこのオレンジの雰囲気にもすごい合うし、シンプルなファッションにすごいオレンジを主張するっていうのもいいし、本当になんかこう無理して主張してるわけじゃないのに、光の感じでこうツヤっとこう透け感というか抜け感があってとっても綺麗なカラーです。
ちら BE21 番を塗ってみました。これはすごく今っぽい色というか、いい感じに抜け感もあって、ちょっとこうモカなんだけどピンクっぽさも入っていて、ピンクっぽさというか赤みも少しだけ入っていて、あのでしっかりこう綺麗にメイクできるんだけど、しっかり抜け感も出る、そんな感じのカラーだなと思います。で今日はこれを使ってフルメイクをしていきたいと思います。単色で二の塗りしてみました。なのでちょうどよく透け感もあって、こう光に当たってさらにあの色は発光しているんだけど抜け感のある、そんな目元です。はい、これで完成です。ナチュラルなんだけど花があって抜け感が出る今時のアイメイクができました。とカラー展開がすっごく豊富なので、ここら辺のカラーはチークにも使えます。気になった方はぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。